北野しおりのリアルドライ。イエーイ。皆さん、こんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。はいはい、しおりちゃんの皆さん、こんにちは。からはい、皆さん、こんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて、始まりました。この番組、北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと、私、女優でタレントの佐藤美久の2人が、はい、コスプレという見た目、いわゆる視覚に訴えていくものを、あえてラジオという皆さんのお耳、聴覚に訴えていこうという企画された番組です。まだ番組が始まって3回目ということで、2人ともまだまだ慣れない点が多いと思いますが、なんとか頑張っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではまず、はじめに私たち2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。皆さん、改めまして、北野しおりです。千葉県出身で、大学で服飾の勉強をしながらコスプレイヤーとして活動しています。セリ、普段はセリナという名前でコスプレをしているんですが、そのコスプレの写真はツイッターに載せているので、皆さんよければアットマーク SHIORIN523 で調べていただけると、写真がいっぱい見れるので、よかったら検索してみてください。まだまだ慣れない点がたくさんあると思いますが、今回もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、佐藤美久です。普段は女優として、いろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとして、ここ市川うらら FM さんで、毎月第2第4金曜日夕方6時から、佐藤美久の女優道という番組でお話しさせていただいたり、しおりちゃんのレベルとは全く違うんですが、ネット放送でピンクのウィッグに青の丸眼鏡、カタカナで佐藤美とに扮して、ゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜23時から、担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を通して、コスプレはもちろんのこと、いろんなジャンルにリアルに、そしてドライにチャレンジしていきたいと思っております。どうか皆さん、よろしくお願いします。それではまず最初のコーナーは、乙女ロードナウのコーナー。このコーナーは、私、佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードのトレンドについて勝手に潜入し、その様子や変遷について毎月リポートしていくというコーナーです。ちなみに、乙女ロードを簡単に説明させていただきますと、東京池袋のサンシャイン60の西側の通りのことを言います。お店のほとんどは中古品を扱うお店が多いです。お店ごとにジャンル別に分かれています。中には激レアグッズなどもあったりしますので、ぜひ一度立ち寄ってみてください。さて、今回が2回目ということなんですが、なんと、あるお店がですね、棚卸しでお休みでした。あらららら、はい、やはりいろいろなジャンルに分かれているからこそ、配置など変えたり、品物の整理など大変なんだろうなと改めて思いました。そして、実は1回目から今回までそこまで期間が空いていなかったのですが、売られてるグッズが結構変わっていました。今回は、歌のプリンス様の各キャラクターの衣装を着たミニクマプリというクマのストラップが特に多かったです。はい、で、 2.5 次元舞台の店舗では、今月11月に舞台がある刀剣乱舞や月捨てのブロマイドやファイルなどが多く見受けられました。で、その後、コスプレ衣装の店舗やアニメイトカフェがあるアニメイトアネックスさんに行かせていただきました。コスプレ衣装となると、人気作品がだいぶ違っていて、バンドリーや銀魂、名探偵コナンや、特にしおりちゃんが好きなゲームフェイトのコスプレ衣装が結構多かったです。今流行ってるからね。そうなんだね。前回ね、気づかなかったんですけれども、なんと、箱スタジアムスコセット池袋本店さんという撮影スタジオがあることをですね、初めて知りました。はい、調べてみると2013年からあるということで、びっくりしました。アニメーターアネックスさんではメイク道具も販売しておりますので、池袋のイベントに参加する方にとっては、万が一何か忘れ物をしてしまった時、とっても便利だなというふうに感じました。またある店舗ではコスプレ衣装が試着可能のところもありますので、ぜひ訪れてみてください。はい、以上、乙女ロードナウのコーナーでした。
続いてのコーナーはしおりのレイヤーあるあるのコーナ ー、 はい、はい、このコーナーは現役人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんの独断と偏見でコスプレイヤーいわゆるレイヤーさんならではのあるあるを紹介して、うん、レイヤーさん思わず苦笑いとうなずき、我々一般人はハテナマークになってしまうかもです。それでは早速しおりちゃんにねお話をしていただきたいなと思います。じゃあねまずはじめに、うん、まあ、聞きたいなというのは、うん、コスプレの例えば更衣室に入って、うん、まあ、着替え、まあ、衣装に着替えたりとか、うん、メイクっていうのは、うん、どうしてるのかな。え、なんだろう、もう本当この更衣室の中はもう戦場みたいな、みんな焦ってるし、みんななんかそう、うん、時間と戦ってる人もいれば、うんうんうん、もうなんだろう、もう顔メイクの出来もそうだし、はい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 、まあ、衣装の方がやっぱ大変かもしんない。あ、そうなんだ、うん、もういろんなストーリーがね更衣室の中で起きてるそうなんだね。そう、着るのも作るのも大変だからね衣装って。そっか、そ、なんか特貫工事じゃないけど、特貫工事、ま、そう、ま、終わ、衣装終わってね、どうしよう、更衣室でやるかみたいな。あそういうことか。そう、もう現場で作るみたいな現場で作ることを、ま、特貫工事っていうのね。なちゃんとしてる人は家で作ってくるから、もう時間といろいろに追われて余裕ない人は、ま、これもね、そう、初めて聞きましたよ。新しいワードが、新しいワードですよ、特貫工事、皆さんそうなんだ、インパクトあるワードだよね、すごいインパクトある、ま、その、ま、うん、特貫工事をされてる、ま、レイヤーさんっていうのはどれぐらいいるん、うん、いやでも半分までいかないけど3割ぐらいはいるんじゃないかな。結構いるんだね、うん、いるかも。結構みんな終わらせないタイプの、なんかねなんか余裕持って準備を終われる人ってレイヤーさんの中で、うんうん、もちろんそれちゃんとしてる人もいるんだけど、はいはいはい、まあ、やっぱ余裕ない人の方が多いかも全体的に。そうなんだね、うん、まあ、その中でも例えば特貫工事をね、うん、してて、うん、もうダメだっていう、うん、って思ってしまう人ってはいるの。いるかも。やっぱなんか家にになんだろう、ミシンとかある前提で衣装って作るから、はいはいはい、やっぱ現場でなんかどうにかするには限界ある、うんうん、道具もそうだし時間もそうだし、はいはいはい、限界あるからやっぱ結構諦めちゃったりとか、あ、そうなんだ、そう、あ、もう無理だみたいな、もう見えないところはいいやっていう、そうそうそう、後ろ側はどうでもいいとか、そうなんだ、ジャケットの中はどうでもいいとか、はい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 、妥協点が誰かしらみんなあると思う。うんうんうん、うん、そうなん、そう、結構いる、こうやっぱりこういっぱいこう特貫工事をね、うん、されてる方がいる中で、例えばしおりちゃんとか、うん、他の、レイヤーさんの中で、うん、うわ、この人こうやってやればいいのになっていうのを、例えばこうその特貫工事してる人にこう、うん、教えたりとか、そういうことある？親しければするけど、なんか自分が焦ってる時にアドバイスされてもなんか聞く気になんない人多いと思うから、あんましないかも、親しい間柄のみ、あ、友達で来てたりとか、うん、かもう自分よりもはるかに特貫工事の経験がなんかある人、そう、あ、そうな、戦闘経験がある人みたいな経験ってるよね、あ、経験じゃあ、なるほどね、そうそう、あんま聞いてる余裕ないかも、アドバイスも自分のことで精一杯、そう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 なの、自分のことで精一杯なんだよみんな、そっか、誰しもなるほどね、そう、まあ、その、まあ、例えば特貫工事をさ、うん、要はひたすらやってる人っていうのは、そうね、あの顔っていうか メイクっていうのは、うん、どうしてるの？いや、まあ、やっぱ衣装をさ、いやでもこれ順番も結構人によって、あ、そうなんだ、でもなんかなんだろう、やっぱ特貫工事してる間って焦って、うん、まあ汗かいたりとかするから、はい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 、焦った汗みたいな、うんうんうん、メイク後の人の方が多いんじゃないかな。あ、そっか、そう、メイクしないすっぴんの状態でもう特貫工事もひたすらやって、とりあえずそう作業場確保みたいな、更衣室で作業場確保化粧はさ、もうやること分かってるからさ、うん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 、いいんだけど、うんうんうん、化粧は巻こうとめも巻けるから、あー、そうなんだ、先にそう首からさ、どうにもなってないと映ってるとこだけ先にもう、そう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 、そうなの、そうなの、なるほどね。中にはさ、こう特貫工事とかしてるとか、うん、あとはまあ着替えとかしてる中で、うん、やばいこれ忘れちゃったなっていう人っていうのは、はいはい、やっぱいるとか、例えばこうなんか
周りの人が助けてあげるっていうのはあるのか。あるある、なんか私もあるんだけど、あー何々忘れたって、うんうんうん、まあ友達一人で来てる時はさすがに一人ごと気持ち悪くなっちゃうからしないけど、友達と一緒に来てる時に、あ何々忘れたって騒いでると、うんうん、心優しいどなたかが、あ私これ余分に持ってますよって貸してくれたりとか、もう助け合いの精神がハートフルストーリーが起きてる。なるほどね。そう、なんか結構みんな親切。あ、そうなんだ。忘れ物したアピールすると、うん、みんなこうやって、そう、私靴忘れたけど出てきたからね。ありますよみたいな、あるんだみたいな。すごい。そう。二足持ってる人がいたのね。そうそうそうなのそうなの。なるほどね。じゃあまあしおりちゃんの、うん、まあ過去こういろいろね、うん、あのコスプレしてきた中で、例えば、うん、特感、まあ多分しおりちゃんもね多分やったことある、うん、まあやってますね、やってます。そうか、その特感成功したものとか、例えば、うん、うわこれはやっちゃったなっていうのはある。なんだろう、あでもなんか足りないパーツの代用品って意外とコンビニとかにあって。ああなるほど。そうそう、なんかなんだっけ、ブーツ忘れちゃったんだけど、うん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 、なんかとりあえず黒い靴に足に黒いガムテープとかぐるぐる巻きにしたら結構ブーツになるわみたいなとかあるかも。だしちょっと自分のこと天才だと思っちゃった。なんか発想すごいわみたいな、いけてるって思っちゃった。はあ、なんかそう、人から聞いたらさ準備不足のだらしないやつって思うかもしれないけど、知れないけど、まあ、これはちょっといいアイデアだったなって思うから自慢したい。はあ、自慢になんないけどね、良くないことだけど。結構皆さんもね、うわあるわっていうね方も多分いらっしゃると思いますし、うん、そうなのっていうね方も多分たくさん今回ね1回目あ今回ね、たくさんいらっしゃったかなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。レイヤーの人はね今も言ったけど納得したりとか、うん、我々素人もね、っていうのが連続だったんじゃないかなというふうに思います。来月も楽しみです。今月の塩ミクランキングのコーナー。改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤ミクでお送りしております。さて続いてのコーナーは今月の塩ミクランキング、うん、人気の可愛いキャラクターのコスプレ衣装に身を包みながらファンを獲得しているしおりちゃんと、一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤ミクが毎回ランキング形式で人気のスイーツなどについてガチリアルに、もしかしたらちょっとだけドライにコメントをしていくコーナーです。あらかじめ申し上げておきますが、結果的に2人のコメントがリアルドライ塩ランキングになったらごめんなさい。はい、さて今回はコンビニ、シュークリー ム、はい、をご用意いただきました、うんうん、それでは時間があまりないので早速いただきたいと思います。はい、じゃあいただきます。こちらはセブンイレブンさんのダブルクリームセブンシュー、はい、140円です。大丈夫大丈夫。どう、なんか皮が結構もちもちしてて、うん、クリームも濃厚で、うん、美味しいです。じゃあ私も好き、いただきます。うんすごい美味しいよね。うん、2層に分かれてて、うん、すごいクリームいっぱいね、濃厚、うん、2度美味しい。うん、じゃあ2つ目いただきます。で2つ目がローソンさんの大きなツインシュー113円です。どう、うん、なんかセブンよりも皮がふんわりしてる、軽いかも。あ、なるほど、うん、じゃあ私もいただきます。どう、わかる、うん、あー確かに全然なんかパフッとしてるよね。うん、あこれはずあすごい、はい、はい、じゃあ3つ目なんですけどいただきます。はい、こちらがファミリーマートさんのクリームたっぷりの、高価カスタードシュー、濃厚カスタードシューですね。で1個120円です。どうですか、なんかクリームが結構淡白なんだけど、うん、皮がねサクッとサクサクとパフパフの中間ぐらいの感じ。あ、じゃあ私もいただきます。わかる、うん、結構しっかりしてる ね、なんかさっくり、うん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 、歯切れいいよね。全然違う、みんな。じゃあ最後4つ目なんですけど、はい、いただきます。こちらがミニストップさんの毎日食べたいシュークリーム1個100円です。どうですか、いやこれは毎日食べたくなるわ。じゃあ私もいただきます。毎日食べたい。
結構なんかバニラエッセンスかな、あの黒いあの点々が入ってるが入ってて、すごいバニラ感がすごい強いなっていうふうに思います。確かにクリームが一番軽いかも、はい、うん、ではでは、まあ、4つね食べてまいりましたけれどもでは、ランキングをですね一品ずつ、理由もつけて発表したいと思います。なるほど、はい、ではまず第4位シュリちゃんから。第4位は私はローソンさんの大きなツインシュー。はい、これはなんだろう、なんかね皮がパフッとしてて、うん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 、あのちっちゃいスナックっぽいシュークリーム味を感じた。あ、なんか美味しいんだけ ど、はいはいはい、他が濃厚すぎてちょっと物足りなく感じちゃいました。はい、ありがとうございます。みくちゃんは。はい、私もローソンさんの大きなツインシューです、はい、まあ、確かに、うん、あのしおりちゃんがね言う通りというか、なんだろうな、結構私はあの生地がこうしっかりしてるタイプの方が好きかなっていう風に思いましたけど、うん、あの全然やっぱり美味しいです。美味しいよね、はい、比べるとね。うん、では続いて第3位、私佐藤美希から、ミニストップさんの毎日食べたいシュークリームです、はい、毎日食べたいけどね、うん、やっぱりあのどうしてもなんだろうな、生地がやっぱりあのでも美味しいんだけど、うん、あの生地がもっとしっかりしてると私嬉しいなっていう風に思いました。なるほど。でも中のクリームはすごい美味しい。わかる。本当に。で私第3位は、はい、ファミリーマートさんの濃厚カスタードシュー。はい、これね私はみきちゃんと同じランキングになりそうだったんだけど、なんだろう、なんか味が覚えられない美味しいんだけど、美味しいんだけど、はい、味が覚えられなかった。わかりました、はい、では、第2位。第2位。今2位かな。今2位。2位。第2位。はい。私は、なんと、毎日食べたいシュークリームです。あ、そうなんだ。毎日食べたいけど、ちょっと2位だった。なるほどね。なんか、中のクリーム、皮はね、ファミリーマートさんの方が好きなんだけど、うん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 、ミニストップさんのシュークリームの中のクリームが、はいはいはい、このなんかね、カスタードクリームとも、生クリームとも、わかんないような、ふわふわの卵味のクリームが、美味しいなって思った。なるほど。では、私、佐藤美久、第2位は、ファミマクリームたっぷり濃厚カスタードシューです。うん、やっぱりでもやっぱ生地がすごい硬いというか、うん、しっかりこう生地を噛んでるっていう感じがあって、でクリームもやっぱりすごく美味しくって、こう相まっていい、美味しいなというふうに思いました。ではですね、そして第1位サクサクとね、サクサクとはい、そして第1位は、まあ、私佐藤美希からどうぞ、はい、セブンイレブンさんのダブルクリームセブンシューでございます。2層に分かれてるっていうのがやっぱりすごい肝だなっていう風に私は思いました。で生地もやっぱり歯応えがあってすっごい美味しかったです。はい、じゃあしおりちゃん。はい、私も同じくセブンイレブンさんのダブルクリームのセブンシューですね、はい、まあ私はこれ食べたら噛みついたらちょっと破裂しちゃったんですけど破裂するぐらい生地が柔らかくてクリームがとろとろ。そうだね、そう、もっと上手に食べたかった、うん、栗が残る、手がすごいことだってます。そうなのでもなんか生地がちょっと引きが強くて、はい、歯応えもちもち、うんうんうん、ほんのりもちもちしてて、うん、私はすごい好き、うん、あ、セブンイレブンさん大好きなんだよね。はい、ありがとうございます。ではですね、まあいろいろ同じところもありましたけれども、はい、すごいやっぱ全然違いますね、4つのコンビニで、うん、ね、全然違うなって。コーンも変わるんだと思った、はい、かなりびっくりしました、ね、はい、では以上今月の塩ミックランキングのコーナーでした。続いてのコーナーはロードツーブルガリアのコーナー。イエーイ。このコーナーはまだまだ駆け出しの番組ですが、企画会議でどうやっていけばリスナーさんの心を取り込んでいけるかというのをですね、いろいろ考えた結果、リアルにガチのダメ元で目標に向かって進んでいく姿を番組のコーナーとして追っかけ、毎月リポートしていけばリアルに我々2人が頑張っている姿に共感いただけると考え出されたコーナーです、うん、でなんでロード2ブルガリアへの道なのかと言いますと、先日プロデューサーから毎年ブルガリアでコスプレの中心とした、ジャパンフェスをやっているという話を聞きまして、うんうん、このフェスに
2人で参加する、我々2人で参加するみたいな話になりまして、正直まだ何の詳細も現状本当にブルガリアに行けるかどうかも全く決まっていないにもかかわらず、はい、P がプロデューサーですねが、よしブルガリアの勉強をしに行こうということで東京で開催されたブルガリアフェアに参加してまいりました、うん、今回はまずその模様についてリポートをしてみたいと思います。イベント当日は私たちは第2部から参加させていただきました。ちなみに第1部では、イガヤ日本ブルガリア協会理事長並びにコストフ駐日ブルガリア大使のご挨拶から始まり、うん、日本語弁論大会優勝者の学生による講演のほか、ブルガリアの名所の紹介などどちらかといえば勉強的なものであったそうです。で、そして私たちが参加させていただいた2部は、うん、もう来た時点で、うん、じゃあご飯ですみたいなそう、ブルガリアのお料理を堪能しましたね。そうですね、美味しかった、ね、美味しかったよね。そう、なんか日本人向けの味付けなんだなって思った。ミートソースいっぱいみたいな感じだった。あー、そうだね、ミートソースとかビーフシチューっぽい味。なんか気になった料理とかありました？なんか私はちょっとこれはちょっとどうだろうって思って避けたんだけど、避けた、ヨーグルトのサラダ、はい、和え物みたいなのがあって、ました。私絶対これ、はい、なんだろう、ヨーグルト系のサラダ食べたことないかないし、うん、ちょっとブルガリアといえばヨーグルトじゃないですか、うん、日本人のイメージ的に、うん、だちょっとこれはちょっと避けて通ろうと思って通ったんだけど、うん、ミクちゃん食べたんだよね。そうで、これもね、私の、番組スタートミクの女優道でも紹介したんですけれども、これヨーグルトで、うん、かなり酸っぱかったんですよ。酸っぱいんだ。資料にね、いただいた資料によりますと、うん、なんとヨーグルトは明治ブルガリアヨーグルトを、うん、水切りしたものなんだって。ギリシャヨーグルトみたいな、今売ってる、あーそうね、みたいにしたの、濃厚ヨーグルトみたいな、にしたの、ブルガリアヨーグルト。へー、ブルガリアヨーグルトと、あ、そうそう、明治のブルガリアヨーグルト、皆さんがこう普段ね食べてらっしゃるブルガリアヨーグルトを水切ったものをサラダにいい。そう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 、なんだ。そうだからびっくりしたの。自分で作れるんだと思った、逆に。だからでもぜひみくちゃん作ってもらわないと。頑張る。お料理が上手なような。いやいや、うん、頑張る。ね、まあその、まあ、お料理ねいただいて、まあその後に、ブルガリア出身の力士、うん、トラキオ関の挨拶がね、うん、ありましたね。あったあったあった。どうでした？いや、なんだろう、もう端正な顔立ちのお相撲さん、力士さんって感じなんだけど、うん、私はなんとうっかり質問コーナーに刺されてしまって若い女性ということで、しゅりちゃんがそう答えたんだけど、ちょっと真剣な内容聞きすぎて、ここではなんだろう、私は、うんうん、なんて言ったんだっけ、あ、どうして相撲を始めようと思ったのか、日本の相撲を始めようと思ったきっかけを教えてくださいって聞いたら、うん、ここでは話しきれませんって言って、そうだね、そう、もうすごいストーリーがあるんだなって思った、うんうん、思いがやっぱりすごく強いんだなっていうふうに私も感じました。こんなね、うん、そのちょっとじゃ語れないみたいな感じだったよね、うんうん、ちょっと逆に気になるよね、うん、そうでね、年齢がね、しゅりちゃん何歳だっけ今。私23歳です。そうだよね、うん、なんと、トラキ大関21歳です、うん、小さすぎる。びっくりしました。そうなの、妹と同い年なんだけど。はい、私より若い。いや、身長もすんごい大きかった。191センチの高身長で、がっちりされてる方で、自撮りしたよね。 かっこよかったです自撮りしてもらって、ね、はい、写真も心よくお受けいただきまして、はい、ね、かっこよかったですよね。21歳なんだ、うん、すごい。なんかさ、もう今まで歩いてきた人生が違いすぎて、うんうんうん、もう顔に出てたっていうか、立派、そうだね、厳しいところで頑張ったんだなっていうのは顔に出てるよね、うんうん、貫禄がある、うん、お相撲さん的にはいい意味だけど、うんうんうん、まあ、そのね、挨拶の後はですね、ブルガリアの、うん、こう音楽の、うんうん、音楽鑑賞とか、あとはダンスもね、あ、ね、一緒にね参加させていただきました。参加しました。ね、足技が結構ね、足技が足痛い痛い痛いって言いながらしおりちゃんもね踊ってました。軽快なステップが必要だったよね。そうだね、こんなんだろうな、皆さんで言うもうマイムマイムに近いのかなっていう、ね、そんな感じ、キャンプファイヤーっぽい感じ、ね、手つないでぐるぐる、そうそう、輪になって踊ってるね、
みんなこうはい来て来てっていう感じでフレンドリーな感じで、そうそうそう、楽しかったよね。でも楽しかった楽しかった、うん、自分が踊れてたかどうかっていうとそれは重要なんだけど、踊れてた、うん、参加したそう、それはすごい重要なこと、参加する気持ちが大事。そして、この、はいね、うん、フェアブルガリアフェアの最後の方に、伊賀谷日本ブルガリア協会理事長からいろいろね、うん、お話をねお聞きすることできましたね。そう、ほんのちょっとだけお時間いただいて、本当にお忙しい中本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。心よくお受けしていただきまして、ね、結構こうねお話ししてくださいまして、ね、すごい優しかった。はい、ぜひね皆さん映像もね上がると思いますので、はい、ぜひそちらもねご覧いただければなというふうに思います。でね、最後は記念撮影がね、うん、あってね、みんなでギュウギュウになりながら集合写真もっと行って行ってっていう感じで一般のねお客様もいていらっしゃって一緒に撮ることができたかなっていうふうに思いました。うん、どうですか、多分初めてこういうフェア、ブルガリアフェアっていうのに参加したと思うんだけれども、どうだった？なんか今までブルガリアについて、うんうん、そこまで知らなかった、ヨーグルトっていうイメージしかなかったんだけど、そうね、まあ、うん、そうだね、そう、私はなんかすごい民族衣装めっちゃ可愛いなってお姉さんがいたんですよ。可愛いって思ったし、なんかなんだろう、本当知らない文化だったんだけど、うん、それこそなんかこうコスプレしたいっていう、ね、確かにね、願望がね、ああいう衣装、うんうんうん、刺繍大変だけど、うんうんうん、ちょっと作ってみたい気持ちもある、うんうんうん、けどなんだろう、やっぱちょっと触れてみるともっと興味出てくるなって思った、うん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 、知らないこと知るの大事だなって思った。それね、私も思った、やっぱり、うん、私も初めてこういうフェアにブラガリーフェアに行かせていただいて、うん、ああこうなんだろうな、こう日本に近い部分もあったりとか、うんうんうん、ね、あってやっぱりこう親日的だなっていう風にやっぱりすごく思いました。はい、はい、ではね、まあ、引き続き頑張ってブルガリアに行けるように行けるように頑張っていこうと思います、うん、はい、以上ロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングに近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。お聞きいただいている皆さんにこんな感じでコスプレ、コスプレイヤーさんの世界などについてをいろいろな観点からご紹介していきたいと思っております。しおりちゃんどうでした？いや、なんだろう、なんかこのブルガリアのさ、うんうん、今回ブルガリアのロードトゥーブルガリアっていう企画始めたけど、うん、すごい初めの一歩だなって思ったし、そう、まだラジオ3回目なんですけど、うんうん、ちょっと慣れてきたかな。お、よかった。なんかそう、顔の見えないリスナーさんに向かって話すっていう、私もね頑張っていこうと思います。思います。はい、我々2人の活動はですね、ツイッターやブログなどを検索していただければなと思います。そしてこの番組を、そうですね、お聞きいただければと思います、うん、それではですね、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。